ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？聞こえてるんですけれども、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。まずはジャイアンツの先発ファン、東京ドームのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。さあ、2球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターボックスには岡林。ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。送ります。取った。一塁送球します。アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。初球狙っていきましたが空振りです。次が2球目。高めのボール打ちました。高い打球左中間へ。飛距離はありますが守備範囲内か。セカンドランナータッチアップ。ランナー進めてきましたね。そしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。その警戒すべき細川が打席に入っています。まず何を投げてくるか。まずは見送ります。ワンボール。低め決まってストライク。低め空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これが4球目。空振り三振。ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。そうですね、1番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。バッターは丸。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ストライク。2球目は何で来るか。スライダー外れます。ファウルになります。インサイド落ちました。ここもファウルです。
バッターこれはどうか、一二塁間を破る、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている坂本、ピットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは柳、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、日産このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。初球打ち、フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール、インサイド落ちました、切れました。ファールボール、打ちました。大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気に包囲、ジャイアンツ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0ジャイアンツ試合の主導権を握ります。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ、これもファウル、見逃し三振、ランナー釘付け。前に飛ばしたかったんですけどもね、ただ次は勝負強いバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。はい、その期待のかかる岡本が打席に入っています。まずは見送ります。ワンボール、膝元へ曲げてきましたが外れます。まあ、ここはもう狙いを決めて、それが来たらフルスイングですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。決まった、低めいっぱい、ファウルになります。フルカウントです。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。つなげなかったですね。まあランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の萩尾入っています。初球打ち、右中間に強い打球、この辺りはどうか、三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツ2点リードとなりました。初球は何から入ってくるか、初球打ち、ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ先手を取りました。1回終わりました、2対0ジャイアンツ先制です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。初球はボールになりました。打ちました、取りました、一塁そのまま入ってアウト。打順は6番板山、ファン、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球ストライク、
これが2球目。誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。空振りになります。ワンボールツーストライクです。アウトコース見送っています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。岡本が掴んで2アウト。バッターは7番に入っている山本。2アウトになっています。高め打ちました。このフライは切りました。ファールボールです。さあ2球目は何か。この高めは外れます。打ちました。高いバウンド、ショートが取る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。2回裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、岸田が打席に入ります。ジャイアンツリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。次が2球目。インコースへの変化球、ストライクです。インコース空振り、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球が低めに外れます。インコースボール、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。引っ張った、この打球は落ちそうだ。落ちました。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。1球目、まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいです。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツチャンスになります。ノーアウトランナー2塁1塁。しました。ファーストが取る。アウト。ここは三塁をフォースアウトにしました。さあそして打席には丸が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。このスライダーは外れます。
内へ曲げてきました。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。外に来ましたか。ならば次がインコースですね。はい、これでフルカウントになりました。次のボールに注目です。まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますか。打ちました。高く上がった。これはどうか。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にランナーは残した状態。まあこう打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2回の裏2対0ジャイアンツがリードしています。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。アウトコース、空振りです。低めボール。ファウルになります。外の球外れています。打ちました。右中間へ打球伸びる。ヘルマン抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の柳がバッターボックスに入ります。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。これが初球。初球ストライク。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。これが3球目。外を狙っていきました。ワンボールツーストライクです。高め見送っています。真ん中打ちました。ファウルになります。変化球空振り。打順は1番に返ります。バッターここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。インドを見送っています。ボール先行です。アウトコース空振りです。絶妙ですよね。はい、低めのストレートストライク。ツーボールツーストライクです。打ちました。これはどうだ。
センターへ抜ける。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。さあ初球は何か、緩いボール決まりました。得意のボールでストライクを取りました。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。サード取った、取っています。ファインプレー、掴んでスリーアウト。反撃は許しませんでした。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか。まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。改めてお聞きします、バッターボックスのヘルマン、どういうバッターなんでしょう。高めのボール詰まりながらも左中間へ、レフトが取りました。ワンアウトです。打席には5番バッター岡本。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。アウトコース外れます。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど。さあバット打ちました。中田一塁、そのまま入ってアウト。打順は5番鍵尾。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。低めの変化球は決まりません。さあ4球目は何か、打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。3回終了2対0、ジャイアンツがリードしています。回は4回の表に入っています。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ジャイアンツリードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低め見送っています。ストレート外れました。これが5球目。引っ張ったファーストゴロ。一塁そのまま入ってアウト。
打順は4番細川。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。ファン、まずは先頭バッターを打ち取っています。高め外れました。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。これはスタンドへ入れました。ファールボール打ちました。伊豆ツーアウトになりました。バッターボックスには5番中田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。2球目は何で来るか。引っ張った坂本、1塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番吉川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。高めのボール、これはセンターに抜ける。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー二塁です。ファウルです。ワンストライクです。高め内への変化球、ここはあっという間に追い込んでいます。このスライダーは外れます。バントしました。右方向へ転がした。一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁。最初からコーナーをついてきます。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点を許さないつもりですね。そのようですね。外のボール打った、これは上がりすぎたか。さあサードランナーはどうする。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。伊豆きっちりと犠牲フライを決めました。リードを3点に広げました。はピッチャーの打順ですが、先発のファン、バッターボックスです。ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちを持って打席に立ってほしいですね。そうですね。低めの際どいところですが外れています。外への変化球は決まりません。インサイド変化球外れます。
ちました。これはどうだ、破りました、センター前、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。初球わずかに外れてボール。外への変化球外れました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました、流しました、打球はレフトへ、細川が掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ犠牲フライで1点を追加しています。4回終わって3対0、ジャイアンツのリード広がっています。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。はい、先発ピッチャー最後まで投げ切ってほしい。低め、打ちました。これはどうか、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが2球目、打ちました、センターに上がった。ここは打ち上げています。センターが取りました。8番バッター宇佐美、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトになっています。狙っていって空振りです。インコース、これは外れます。さあ3球目は何か。さあ走りやすいカウントになっています。ファウルになります。今のファウルはタイミング合ってたんで、ストレートを狙っているかもしれませんね。あっと外れた、フォアボールを与えます。まあランナー警戒してやりづらかったと思いますけど、フォアボールはダメですよね。そうですよね。送ります、ピッチャーが取る、アウト、ツーアウト、送ってきました。ツーアウトランナー三塁二塁。また初球、高い打球、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト、反撃は許しませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0、ジャイアンツがリードしています。5回の裏、
西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。さあ2球目は何か。ファウルになります。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。この球は外れています。平行カウント、高めのボール打ちました。ライトが下がっていく頭上、ぐんぐん打球伸びてライト見送った。ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからの変化球、反対方向へ弾き返した打球はスタンドまで届きました。ここ一番の集中力が光ります。その差4点、大きくリードを取りました。ていきます。ファウル、ボールになります。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。次が4球目、変化球入りません。高め見送っています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは4番岡本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目、外を狙っていきました。次が3球目、あーよく見ましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。岡本ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。初球ストライク、2球目は何で来るか。2球目打ちました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックス吉川、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。ノーボールワンストライクです。低め外れました。3球目は何で来るか。低めの球、ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。
しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。5回終わって4対0ジャイアンツのリード広がっています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、2番バッター岡林、先ほど引っ張った、高い打球ライトへ、この打球はフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックス高橋、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。打ちました、高く上がりました、ファールグラウンドへのフライです。取ってツーアウトです。バッターボックスには4番細川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のファン3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。これが2球目、外を狙っていきました。アウトコース空振り、ワンボールツーストライクです。このフライは切れました、ファールボール。高め打ちました、これはどう、センターへ抜ける、細川、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。ここは甘い球は禁物ですね。引っ張った、三遊間抜ける、中田、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー二塁一塁。初球打ち、左中間に上がった、ここは打ち上げています。鍵を抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対0ジャイアンツがリードしています。6回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。勝野が2番手としてコールされています。バッターは岸田、ジャイアンツリードで迎える6回の攻撃です。初球ボール、ライト方向を流しました、詰まりながらもライトへ、しかしこれは外野追いつきそうだ、ライトが取りました、ワンアウトです。バッターボックスは8番伊豆、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。犠牲フライも技術がいりますからね、よく決めましたよね、見事でしたね。ワンアウトランナーなしです。低めストレート、ストライク、あっという間にツーストライクです。落ちるボールはこれは外れています。さあ勝負してくるのか、スライダー外れます。
さあ5球目は何か。低め見送っています。フルカウントです。打ちました。流しました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてピッチャーに打順が回って先発のファン打席に入ります。前の打席はいいバッティングしましたからね。ここも食らいついていってほしいですね。そうですね。低め空振り152キロ。打ちました。これはスタート切りました。ファールボールです。打ちました。高いバウンド、サードゴロ、一塁へ。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。初球ストライク。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファールボール。スライダー外れます。打ちました。ここはフライになっています。掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。6回終わって4対0ジャイアンツがリードしています。7回の表。里崎さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあ、そうですね。点差もありますから大胆に攻められますね。まあこのまま最後まで行ってもらいたいですよね。そうですね。この好調なピッチング続けてほしいと思います。アウトコースのチェンジアップ。目の変化球は外れました。4球目は何で来るか。低めの球、手を出しました。ツーボールツーストライクです。ボールになります。3ボール2ストライク。打ちました。吉川アウト。ワンアウトです。バッターボックス宇佐美。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ファン、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。切れていきます。ファウル。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ツーアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスには代打の大島。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね。この起用に応えたい。
初球ストライク。中への変化球外れました。これが3球目、ボールになります。緩いボールできました。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。6球目は何で来るか。フォアボールのランナーを出しました。ツーアウトからランナーを出してしまいました。まあフルカウントだったんで、もうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン、1点返しました。ドラゴンズ4対1、ジャイアンツなおもピンチです。さあ、そして打席には岡林が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まだまだ何が起こるか分かりませんから、集中してしっかり抑えないといけませんね。なるほど、そうですね。低めのいいところにチェンジアップが決まります。緩いボール、しっかりと見極めました。これが4球目。素晴らしいコントロールですよね。インローのストレート、力のあるボールです。さあ、ツーストライク、追い込みました。レフト線、これはどうか。フェアだ、ヒットになる。セカンドランナーサードキャンパスを蹴った。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ1点返しました。4対2になりました。ジャイアンツさらにピンチが続きます。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。ああ、やはりそうですか。このストレートは入りません。低め見ました。ボールです。ボールが3つになります。これは見送っただけになりました。緩いボール決まっています。膝元、スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。さあ、これで決まるのか。外の球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。バックホームする、センター前ヒット。これで3連打。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは西舘。
ここがキーポイントになるかもしれませんね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。細川がバッターボックスです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ4球目は何か。外のボール打っていった。ファウルボールです。低め、これは外れた。これでフルカウント。里崎さん、長打を防ぐようなリードというジャストミート、掴んでスリーアウト。反撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。4対2、ドラゴンズが追い上げを見せています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。清水が3番手としてコールされています。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いやもちろんですね、この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあその1点取ることができるんでしょうか。さあ2球目は何か。アウトロー外れます。打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、高めのボール、これはファウルになりそうです。またファウル。次が5球目。変化球外れました。これが6球目。スライダー外れます。3ボール2ストライクです。まあフルカウントは案外ボール球も来ますから。打ちました。あっと強い当たり弾いた。一塁送球。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。ファウルになります。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けた。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。4番バッター岡本、前の打席はジャストミートでしたよね。今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。ファウルになります。併殺狙い、インコースに攻めてきました。打ちました。ファーストを取った。二塁アウト。アウト、ダブルプレイ。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。7回終わって4対2、ジャイアンツがリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。高梨がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。5番バッター中田。先ほどの打席でヒットを放っています。
ジャイアンツリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから、集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。高め外れました。ボール先行です。はい、外のストレートがストライク。146キロ。次が4球目。膝元をつきましたが外れました。バウンド、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは6番板山。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーなし。初球打ち、この打球はフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは7番山本。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。次が2球目。膝元への変化球、ファウルになります。ボールになります。5球目は何で来るか。低めボール、3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。3アウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対2、ジャイアンツがリードしています。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。斉藤がマウンド上に上がっています。バッターボックスは5番萩尾。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツリードで迎え、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。打席には6番バッター吉川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。変化球、タイミング合いません。さあ3球目は何か。この球は外れています。真ん中へ、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。これが5球目。切れていきます。ファウル。インサイド、高い打球センターへ。ここは外野へのフライ、センターが取りました。ツーアウトです。打席には7番バッター岸田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。大きな変化球持ってきました。得意のボールでストライクを取りました。
2球目は何で来るか。ファウルになります。高めの変化球は決まりません。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。8回終わって4対2ジャイアンツがリードしています。さあ最終回、東京ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神、声援を背負っての登板となります。里崎さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。まあもう本当に一球一球かなり集中しながらリードしてると思いますね。そうですね、非常に大事な場面となります。低めの球ストライク。速いボール、膝元決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込みました。完全にバッターボックスには代打のディクソン。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。この球は外れています。打ちました。これはサードライナー。打順はトップに帰って、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ワン、初球打ち、ショートの左抜けました。これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー。初球は何で来るか。初球は大きな変化球、ボールになります。外の球打った、セカンドが抑えた。二塁アウト、一塁アウト、これでスリーアウト、試合終了。2点差を守りきりました。ジャイアンツ